パイク軍はアメリカ合衆国インディアナ州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は12,845人であり、2000年の12,837人から0.1%増加した。軍庁所在地はピーターズバーグ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍内には2010年時点で、 アメリカ合衆国の人口重心があった。2006年4月2日に一旦中部標準時に移行したが、2007年11月4日には東部標準時に戻した。パイク軍はジャスパーショート試験に属している。パイク軍は1816年12月21日に設立されたが、このタイミングはインディアナが州に昇格した直後であり、州としては 初の軍となった。領域は、キブソン軍とペリー軍の一部を合わせており、軍名は1806年から1807年に行われたパイク遠征隊で、名高いゼブロンパイクにちなんで名付けられた。パイクは、ルイジアナバイ地の南西部を探検した。1811年のティッペカヌーの戦いでパイクは、第四不評連隊を指揮した。 米英戦争の間の1813年、その部隊がカナダのヨークを占領した後、巡将として戦死した。1959年から1963年まで、インディアナ州選出のアメリカ合衆国上院議員は、バンス・ハルト家とホーマー・アイ・ケープハートだったが、二人ともパイク軍の出身だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は341.09平方マイルであり、このうち陸地334.24平方マイル、水域は6.86平方マイルで、水域率は2.01%である。近年、軍庁所在地であるピーターズバーグ市の平均気温は1月の下市21度から7月の下市87度まで変化している。 過去最低気温は1989年12月に記録された下詞18度であり、過去最高気温は2002年9月に記録された下詞101度である。月間降水量は2月の2.73インチから5月の5.14インチまで変化している。軍政府は憲法による生態であり、インディアナ州憲法とインディアナ州法典によって特別の権力を認められている。 軍政委員会は、軍政府の立法府であり、軍の歳出や歳入を管理している。委員は、軍内の選挙区から選出され、任期は4年間である。給与、年間予算、特別支出を設定する責任がある。軍レベルで、所得税や資産税、消費税、サービス税を課する限定付き権限があるが、所得税と資産税は、州の承認を要する。 行政委員会は、軍政府の行政府である。委員は、軍全体を選挙区に選出され、任期は4年間で2年ごとに半数が改選される。委員の一人、通常は最も経験のある者が、議長になる。行政委員会は、軍政委員会が決めた法を実行し、税金を集め、軍政府の日々の機能を管理する責任がある。軍は巡回裁判所を維持しており、また、 家族法訴訟などを扱う、小事件取扱い部門を持っている。巡回裁判所判事は6年間任期で選出され、インディアナ州法廷弁護士協会の有料会員で、なければならない。判事を補助するのがレフェリーと呼ばれる、小事件取扱い者であり、巡回裁判所判事に指名される。上記以外に、保安官、検視官、監査官、財務官、登記官、 測量士及び巡回裁判所事務官が選挙で選ばれている。任期は4年間であり、軍政府の異なる部門を監督している。軍政府に選ばれる役人は、支持政党を公にすることが求めら、また、軍の住人でなければならない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パイク軍は、下記9つの軍区に分割されている。ありがとうございます。